すごい光になってる。仏様になってる。はい、ボンドチャンネルをご覧。ボンドチャンネルをご覧。ボンドチャンネルをご覧。ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車がポルシェ 911GT3 2022年式5000キロこちらの車両になります。ついに GT3 試乗できそうな回がやってまいりました、はい、GT3 撮ってなかったですか？撮ったんです。撮ったなんですけど、実は結構出たばっかりで、うん、距離薄だったりだとか、うん、あとお問い合わせもたくさんいただいてる車で、うんうん、試乗しないで、うん、ただその見て雑談しようの回で終わってたんですよ。あ、でどこの店舗ですか？名古屋店土方店長と。あ、そうなんですね。そうなんですよ、はい、それから入庫しないかなずっと見てたんですけど、はい、こう入庫することあっても、うん、もうめちゃくちゃこう動きがこう早いというか、うん、なんか長期こう在庫してるってあんまりなくないですか GT3 って。そうですね。だから GT3 も今ちょっと相場感でいくとちょっと正直落ち着いてきた感もありますね。台数も出てきた感じもあるので、まあ、これから出てくるかもしれないですけど、なんかようやく落ち着いてきた感ありますよね。本当にやっとですね。なんかこうプレネになってたりとか、はい、すごいこう盛んに取引されてたイメージなんですけど、はい、ようやく今回試乗できるんですか？しましょうか。ありがとうございます、はい、というわけで試乗の回でお届けいたします、はい、でまずその GT3 の概要のところなんですけども、はい、これ僕の方からわざわざこう掘り下げるまでもないと思うんですけれども、うん、改めて、はい、一応その名の通り GT3 カテゴリーと結びつきが非常に強いポルシェの車種ですね、はい、ただこれややこしいのがポルシェってレーシングカテゴリーの GT3 をそのまま社名にしちゃってるんで、はい、これが GT3 の車両かっていうとそうではないんですよね、うん、なのでレースに出てるのは GT3R の方で、はい、あくまでこの車名としての GT3 になってる、はい、そしてこれ GT3 って振り返ると 996.1 996の前期からなんですね、はいはい、要は水冷になったタイミングで、まあ、GT3、まあ、レーシング の, そのカテゴリーの関係なんかもあるんですけど、まあ、そこから来てなんとこれで7代目、はい、今年中には8代目が発表になるんじゃないかなんていう話もありますけど、はい、なんかもしかしたらそれが純ガソリンエンジン最後の GT3 になるんじゃないかなんていう、はい、いろんな噂も絶えない。もうそれ決定じゃないですかってぐらい決定なんですかね、わかんないですけど言われているぐらいですよね、はい、まあ、その辺の話はまた雑談会でお届けしたいと思います、はい、というわけでそんな車、はい、で、まあ、すごくざっくり言うと装備削除による軽量化だったり、まあ、あとはパワーアップ、あとその他レーシングな空力だったり足回りを装着したある種、まあ、この上もちろんありますけど、はい、RS とか、はい、先ほど触れた GT3R とかカップとかありますけど、はい、一つのこう完成形の頂点のストリートの頂点のモデルじゃないかなと、うん、でこの992GT3 のところなんですけど、今回のこの992だと通常の GT3 とあとツーリングパッケージ、はい、991の時もありましたけど、はい、があって、今回ご紹介するのは通常のツーリングじゃない方ですよね、はい、そうですね。でしかもマニュアルと PDK、はい、両方992は選べますけど、はい、今回ご紹介するのは PDK、はい、でツーリングも、うん、PDK とマニュアル選べるんですよね。選べますね、はい、先代がなんかツーリングイコールマニュアルだったから、はい、僕混同してたんですけど、現行は両方選べる、はい、で今回紹介するのはスタンダードな GT3 の PDK 右ハンドルで、今回はオプション400万円ということで結構ついてる方ですよね。オプションはそうですね、抑えてるところのポジションというか GT3 にはこのオプションだよねっていうのがついてます。で、そのオプションにすごく関わるところなんですけど、はい、僕も今回紹介するにあたって中古車情報サイトいろいろ見たんですよ、うん、すっごいバラバラっすね。オプションが、オプションもバラバラだし、はい、車の仕様もバラバラだし、はい、まあ、もちろんその通常のとツーリングのの違いもありますけど、うん、ハンドルも右左、うん、混在してるし、はい、この装備に関してもこうすごくレーシングなオプションで組み立てた車もあれば、はい、すごくこう何ですか、街乗りに特化したオプションの立て方の車もあれば、はい、もう本当にらしいっていうのかな、分かんないですけど、うん、何にもついてない個体とかも、そうですね、だからこれ結構選びづらいんじゃないかなっていう。だからその一概に私たちもその査定の依頼来るじゃないですか、 GT3 今大体いくらぐらいって言っても全然やっぱ答えられないです。幅ありすぎますよね。幅がありすぎます本当に、はい、だからもちろん詳しい方であればこうすぐ分かると思うんですけど、はい、なかなかこう初めてちょっと GT3 興味あるななんていう方だと、なかなか選びづらい車種になってるんじゃないか。だから変な、本当に RS とかも全然区別がつかなかったりしますしね。だからそこら辺難しいですよね。で今回紹介するのは僕は自信を持っています、かなりおすすめ車両になってるんじゃないかなと。これはですね、まあ、先に申し上げますけど、私買い取り行ってきました。もう絶対これおすすめです私も。これはね
これはいいと思います、はいはい、というわけで今回買い取りさせていただいたこちらの車をエクステリアから見ていきたいと思います、はい、でまず寸法の方から実はですね992の GT3 その前回名古屋店土方店長の雑談会で結構詳しくご紹介させていただいてるんで、まあ、細かいそのなんていうんですか車の機構の部分に関しては、うんまあ、割とちょっと割愛して進めていきたいと思いますけど、入れといてもらえますけど早く乗りたい早く乗りたいからちょっと前のめりになっちゃって、はい、一応寸法の方から4573、はい、前幅の方が1852で前高の方が1279ってことなんですけど、これ幅に関してはあの彼らとか一緒なんですよね、はい、で992からあの四駆二駆のこのワイドボディの区別がなくなったんで、はいまあ、基本的にワイドになるのはターボと RS のみということで、はいはいまあ、通常のまあ幅というか、はい、で車高に関してもあの足回りが変更されてるんで2センチダウンされる、はい、ということでサイズ感に関しては大きく変わらないか、はい、であと今回ご紹介するのがなんと GT シルバーメタリック、はい、なんでなんとと言ったかというと、はい、市場にもあんまりないんですね。 GT3 出た当時ってやっぱり青とかなんか多かったですもんね。ブルーとかあのシャークブルーがなんか候補車で、そうそうそう、候補車だってイメージがあったりとか、はい、クレヨンだったりっていうところでこうあえて GT3 っていうのがやっぱり僕はすごい好きなんですよ。あの GT シルバーメタリックって僕定番だと思ってたんですけど、中古車情報サイト見たらめちゃくちゃ少ないんですよ。ポルシェって言ったら GT シルバーメタリックのイメージだったんですよ。そこは外さないだろうと思ってたんですよ、うんうん、もうわずか数台 GT3、うん、992型に関しては、はい、これめちゃくちゃかっこよくないですか。これねかっこいいですし、まあ、後で横見るとねそのホイールとの組み合わせとか、はい、そのチョイスがまたねカラーコーディネートもいいです、はいはい、というわけでもう鉄板のボディカラーでもある、はい、そしてなんかあのすごくこう精密な機械というか、はい、メカメカしい色じゃないですか、はい、GT シルバーって、うんまあ、歴代脈々と続くシルバー系の色ですから、うんはい、こちらのボディカラーなんで、はい、あと GT3 になってから空力がかなり急急にパワーアップしているということで、はい、バンパー形状も、はい、今回あの GT3 も通常のモデルなんで、はいまあ、ここ素地の感じになってますけど、各部空力なんかもかなり進化していると、はい、であとはボンネットがカーボンになりましたので、はい、ダクト付きのこちらのフードになっていると。でそして今回はなんとルーフもオプションのカーボンが入っているということで、軽量カーボンですね。これあのオプション価格50万円ぐらいでしたっけ、はい、結構するんですよね。します、はい、その辺なんかもしっかり入っていると、はい、で今回の車はプロテクションフィルムも施工されているということで、はい、これ前回りですよね。前回りですね、はい、バンパー、ボンネット、フェンダー、あとヘッドライトもこれ貼ってますよね。というわけで前回り、はい、走る車ですからね。そうですね。だからこれでもやっぱりそのユースとかをチョイスするのにもともと貼ってある車ってやっぱりすごいいいと思いますし、確かに後から貼ろうと思うと結構かかりますもんね。かかりますね。 4,50 かかるので、はいはい、というわけで前回りだけですけども、はい、しっかり貼ってある。これもあの 100% 飛び石とか防げるわけではないですけど、そうですね、はい、結構な確率で防げますよね。防げますし、そうですね、だからやっぱりあのポルシェなんかもそうですけど、以前飛び石当たっちゃったお客様がガラス交換しようかってなったら納期がすごいかかったりとかするので、やっぱそういうので考えちゃうとやっぱり貼っといた方がいいかなと思います。なるほど、はい、でもちろんそのフィルムなんでワイパー結構使うと跡が出ちゃったりとか、うんうんうん、それで定期的にここは張り替え必要ですよね。そうですね、大体ね、うちの施工する人から言うと、まあ、屋外で止めちゃってるとやっぱり1年持つか持たないかって、あ、そんな感じなんですか、言われるぐらいやっぱりこうカピカピになってきちゃったりするので、うんうん、まあ、そこら辺はまあ、ちょっと駐車環境によってご相談いただければと思います。あとワイパー使う使わないもありますから、ね、もちろんもちろんね、そうですね、はい、というわけでこの辺はご相談いただくといいんじゃないかな、はい、そして足元、はい、そうですね、こちらあのホイールがまずオプションでも選べないんですよね、はい、漏れなくこのデザインになると、はい、ただオプションでカラーが選べると。そうですね、で今回これ色絶妙じゃないですか。絶妙ですね、これはいい。圧倒的に僕黒だと思ったんですよ、はいはい、なんか GT3 のこのホイールって言ったら黒いイメージじゃないですか。黒多いですよね。多いですよね、うん、多いですね。で、はい、ここで何ですかガンメタ、はい、これがボディカラーにめちゃくちゃ合ってる。合ってる、はい、で当然単造なんで非常に軽量になってますし、はい、992GT3 のホイールかっこいいっすよね、うん、かっこいい。で足元しっかりキャリパーも黒くなってる、はい、そしてローターもだって400ミリっすよ。400パイ408パイ、うん、ドデカブレーキ。そうですね、まあ、宇宙一止まる車ですから、うん、だからカーボンブレーキってもちろん選択肢もあるんですけど、比較的なんかこうカーボンじゃない方がいいよって人も増えてきてますよね、うん、あとなんか部品供給の関係で注文できなかったりするんですよね、うん、最近、はいはい、なんか納期がめちゃくちゃかかったりとか、 RS の時もそうですよね。そうですね、はい、一番初期仕組みのとってあの、はい、カーボンセラミック頼めなかったんですよね、はいはい、あの俺もちょっと裏話なんですけど、はい、あのまあ、これちょっと北の国の方の方から書いてあるんです。北の国の方ってカーボンブレーキつけないんです。え、なんでですか。効かない。あ、冷えてるから。そうです、そうです。はあ、はい。だからあえてつけないんだっていうのはあのお客様じゃなくてディーラーの人に聞きました。へえ、ね。結構カーボンブレーキって北国はつけないんですよね。なんて
確かに熱が入らないとその設計のその制動力にならないんですよね、うん、だから相手つけないっていうのがあるんですね、うんうんうん、だからあとは効く効かないに関してはそのシチュエーションだったりだとかにもよるみたいですからね、うんうん、だから一番のメリットはそのバネ下が軽くなることがメリットみたいですね、うんうん、あとホイールが汚れない、うんうん、カーボンセラミックだからめちゃくちゃ効くかっていうとそれは使うシチュエーションにもかなりよるということ で今回はスチールですけど、はい、こんな感じになってる、まあ、十分と思いますよ、ね、はい、そして今回タイヤがグッドイヤーなんですね、はい、あの僕中古車情報サイトバーッと見たんですけど、うん、ほとんどピレリかミシュランでした、うん、グッドイヤー履いてるの結構少ないんじゃないかなっていう、ちなみに候補者はグッドイヤーでした。そこはどうなの、はい、グッドイヤーとの違いって乗り比べたことないか分かんないですよね。ただまあもちろんそのポルシェで純正で採用されてるんで、まあ、もちろんこのタイヤがダメっていうのはまずありえないと思うんで、まあ、多少そのタイヤによって銘柄によってコンパウンドが違うんで乗り味の違いとかっていうのはあると思いますけど、まあ、今回はこちらでレビューしたいと思います。でも一応あとオプションで、はい、リフターもなんと今回ついてるということで、これだから普通でノーマルでこの車高ですよ僕ら結構カスタマイズされた車を紹介する機会が多いんで、はい、まあ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 って感じですけど、冷静に考えたらとんでもないローダウンされてますよね。20ミリダウンですからね、はい、というわけでリフターもしっかりついてると。あと GT3 あれですよね、ダブルウィッシュボーン、はい、この方からダブルウィッシュボーンになったということで、これが RSR 由来の足回りですよね。で通常ストラットだと思うんですけど、ストラットだとどうしてもショックに剛性が必要なんですけど、ダブルウィッシュボーンになってるということで、まあ、ちょっとシステム的には複雑になっちゃうんですけど、足の動きが確実に良くなってるんじゃないかと言っていますし、ちらっとこれもお客さんに聞いたんですけど、ポルシェって結構飛ばすとフロントが浮く感覚あるじゃないですか、はい、それがねピタッてくるらしいです、じゃあ接地感全然変わってるんですか。接地感変わるって言ってました。で今回の試乗では全然多分ダメだね、そんなと思わないですその違いが分かるほどは多分乗れないと思うんですけど、一応こんな変更があるみたいです、はいはい、ですね、であとは各部ミラーなんかもこれ相変わらず電動で畳めないやつですよね。あとはホイールが前後異形ですもんね、はい、フロント20、リア21でしたっけ、はい、というわけでこちら315-3021こちらが装着されております。そしてあとはリアに関しては 4WS もついてるんですよね、はい、だここに関してはあの街乗りでも体感できるかなっていう、うん、そうですね、低速だったら逆方向、うん、はい、高速だったら同じ方向にマックス2度まで動くような 4WS もついてると、はい、そして足回りといえばボールジョイントになってる箇所も増えてるらしいですよ。あ、そうなんですか。なんで通常のよりも遊びが少なくて動きが良くなってると、うんうん、そして上に行っていただいてリアのこのガラス3枚も軽量になってると、はい、で噂で聞いたんですけど、やっぱり割れやすいらしいですよ。あ、そうなんだ、だから気をつけてもらった方がいいみたいです。あるあるはもちろんそのぶつけちゃったとこもそうなんですけど、うん、なんかそのフィルム貼るのに割っちゃうっていうのが結構多いみたいですよ、うん、でもガラスはさこれ2枚になってるねあ、そうそう、合わせガラス、合わせガラス、前は、前はね、はい、で後ろに関しては多分これ薄いんだと思うんですよね、軽量化で。そうそうそう、でなんかフィルム貼るのにその1回外したりする業者さんもいらっしゃるみたいなんですけど、そのはめる時とか作業の時に割っちゃうってことが多いみたいです。そうなんだ。いや結構ですよ、結構なあれだね、結構デリケートなやることだよね、はい、だから洗車の時なんかもなんか分かんないですけど、なんかそういう道具なんかをコツンって弾かったりするとベシッて割れちゃったりすることもあるらしいです、はい、それ GT3RS もそうです、はい、気をつけていただいて。それはちょっと車内で共有するのダメだねもうね、新人の子だからね、はい、そうですね、カツンなんちゃったら、はい、まあ、最近そういうスパルタな車も普通にありますからね。そうね、はい、そしてやってまいりましたこちらのウィング、はい、これもう GT3RS ですよね。なんかそうですね、 GT3 につくウィングじゃないく見えちゃいますけど、歴代見てるとこちらのスワンネックのウィング、はい、でこちらも CFRP ドライカーボンのウィングになってると、はい、でこれ見ていただくと分かる通りこのスワンネックになってるんですね、はい、でこれに関していろいろ資料を見たんですけど、はい、あのやっぱりここの下の流速を上げるっていうのが重要らしいですよ。いやここに支柱がついちゃってると、うんうん、ここのぶつかって、うん、もう流速が上がらないんで、あの飛行機の羽とひっくり返し の、うん、あの原理らしいんで、うん、要はこっちよりこっちの流れる スピードが速いからこう吸い寄せられるっていう原理なんで、よりこう、そうです、ここに何にもないっていうのが理想みたいです。でその車の構造的に言うと、あのほとんどの部分はこの辺らしいですよ、ダウンフォースが効くのって。もうここってもう空気が乱れちゃった後なんで、はい、両端ぐらいが一番効くみたいです。理想は車から離せば離すほどいいみたいです、高くしたりとかワイドにしたりして、ね、だから GT 昔のすごいやつはやっぱあれは理にかなったらしいです、らしいです。だから GT3RS とかもっと高くて外に出てるっていうことみたいです。でも GT3 でもそれを可能な限りやるように、
この下が流速が上がるようになっているらしいです、でもう一個ホームページ見てびっくりしたのは、こっちもカーボンなんです ね、これもカーボンみたいですよ。これあのポルシェのホームページに出てました。 それはちょっと分からなかったな、というわけでこれ多分部品で買ったらとんでもない値段になると思うんですけど、そうです、多分これもダックテール、これツーリングつるんってしますからね、だからここもちゃんと空力に寄与してるんじゃないかな、どっちが好きですか。難しいっすね。でもやっぱりウィングツイスター方がらしいかなっていう気がするっ す、ね、するっす、僕的には、はい。そしてテールランプ、これエクスクルーシブデザインの、高い方のテールランプもついてると、そしてリアのディフューザー、こちらもなんかあの先代のマックス4倍ぐらいダウンフォースが稼げるディフューザーらしいですよ。ちょっとだって先代と見かけるとちょっとこうごつくなったもんね、すごい。確かに、すごいね。でこれ下回り覗くと分かるんですけど、ずっと前までリアの車軸の辺まで、あのフィンが通ってるんですよね。だから本当に空力の進化がすごい、すごいよね。だってニュールなんと17秒ぐらい速いらしいですよ、先代より。先代と比べて17秒ってそれもう17秒って多分何百メートルどころじゃないんじゃないかな、次元が違うよね、このね、あれだったね。でしかもそれもなんか本気のアタックでそんだけ違いが出たんじゃなくって、あの練習走行っていうか、その開発中のプーッと走るので出ちゃったらしいですよ、なんと7分切り6分台、そう、はい、とんでもないタイムで回ってくる車になってると。それはあの走ったことある土はね、そうですね、あそこでタイム詰めるっていうのはちょっとあの車の性能もそうですけど人間の度胸が半端ないなって気がしますけど、ね、まあ、極限を攻めてる人たちはやっぱり車の性能が多分かなり出てるんだと思います、というわけでこんな感じのエクステリアになっております、続いてインテリア見てみたいと思います。インテリアがあの個体差の一番の部分じゃないかなと、で今回はクラブスポーツパッケージが入ってると、であのこれコンフィグ見ると無償って書いてあるんですけど、罠があるんですよね、罠があるから、あの こちらのカーボンバケットを選ばないとクラブスポーツがつけられない、そうです、というか漏れなくついてきちゃう、はい、そうです、でこのカーボンバケットは優勝なんですよ、優勝です、でしかもこれが80万円すると、だからなんですかね、つけてない方がいらっしゃるの。そんなことないんですかね、組み立て方の問題ですか。何がですか。結構ついてない車あるじゃないですか、クラブスポーツ。あー、キャラクターの問題なんですか、ね、キャラクターもあるし、そのバケットシート好みあるじゃないですか、やっぱ。あー、そこだと思いますね。まあ、車がこの価格なんで、そこで80万円ケチるって多分あんまりないと思うんですけど、多分そうですね。だからやっぱりお腰に障害がある方とかはやっぱりね、やっぱりそう、確かに使い勝手大きく変化しちゃいますからね、そうというわけで今回のお車はこちらのクラブスポーツのバケットシートが入ってると。でこのクラブスポーツパッケージ、皆さんご存知の通りロールケージ、あと消火器、あとバッテリーキルスイッチ、こちらフルバケの4点セットになってると、でもちろんあの使ってない消火器なんかもありますよね、あります、というわけでここがキャラクター一番違いが出るところかなと。ノーマルシートで行くのか、クラブスポーツでフルバケで行くのか、またはたまた結構18ウェイの一番高いシートの方もいらっしゃるんですよね、だここで車のキャラクター、もっと言ったらこの車のライフスタイルも変わってきちゃうじゃないですか、確かにそうですね。なので今回はかなりスパルタンな方の、スパルタン、そうですね、ですよね、はい、仕上げになってる、こちらになってると。 そしてダッシュボード側に回ると、あともう一個重要なのがレザーのエクスクルーシブパッケージ、これがあのついてるついてないがあると、でこれつけないとダッシュボードのこのステッチがないんですよね。そうです、寂しいんですよ、すごい。でさらにドア側のステッチもないんですよね、ないです、でしかも992になっても相変わらずこのドアが浮いちゃう問題は解決してないんですよね、それはそうですね、ですよね、はい、でこれレザーのこのパッケージ、ここのステッチが入ってるやつだと構造が違うから浮かないんですよね、その辺を考えると、このレザーのエクスクルーシブ入ってる方がいいかなって。いやいや、デザイン的に入ってた方がいいでしょ浮かないよりも、まあ、もちろんデザイン的にも、そう、ね、ただこの手の車だと何にもなしもかっこいいじゃないですか、まあね、さらっというのもかっこいいですけど、でもこのぐらいのステッチだったら僕はシート立ってていいかなと思いますけどね、というわけで今回はそちらも入っていると。だと GT ステアリングなんかはもちろん標準、だと今回のお車はなんとカーボンのインテリアも入っているということで、これだいぶいいっすね、カーボンインテリアね、あの、前ちょっとカーボンのあれがちょっとこう素地というか、そっちのカーボンはありますけど、こっちのカーボンはやっぱりちょっとこう入ってる感ありますよね、ツヤありの方のカーボン、ツヤありの方がね。だ今回この外装のなんかコーディネートと内装のコーディネート、なかなかこの組み合わせって中古車市場でも出てこないんじゃないかなっていう、出てこないと思いますよ、はい、これは本当にあのオーナー様のセンスが入ってて、それがまたなおかつ何て言うんですか、個性のあるセンスじゃなくてもう万人受けするセンスなんで、非常にやっぱおすすめかなと。誰が見てもかっこいいしいいよねって言ってもらえる組み合わせになってると、ね、はい、
というわけでこんな感じのインテリアになっております。続いて灯火類見てみたいと思います。お願いします。続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。今回はだいぶ紹介はしょりましたけど、はい、前回 その名古屋店のやつ僕見返したんですけど、はいはい、自分で言うのもなんですけど、はい、結構喋ってたなと思って、走り行かないのに40分ぐらい喋ってた。あ、そうなんですなんで興味のある方見ていただけると、はいはい、もう少しマシに喋ってます、うん、はい、これシートさ、この前ちょっとお客さんと話してみたんだけど、はい、バケットシートなんだけど動くのね、ちゃんと、はい、前後に前後 高さも、はい、うん、ハイトアジャストだけ、うん、ただハイトアジャスト真上に上がるわけじゃない、ちょっと斜めこう前に上がるから、そしてすっごい下がりますよね。そう下がるね。だって肩とこのドアの位置同じぐらいですよ、うんうん、さっき小島さん動かしてる時僕外から見て、うん、この窓から小島さんの頭がピョコッと出てるだけでしょ、うんうん、めちゃくちゃ冷し、うん、そして今回だいぶ端折ったんでちょっとエンジンのところだけ改めて、はい、一応 3996cc 水平対向6気筒、これ991.2と同じですよね、はい、1.1、3.8 ですもんね、はい、それがそのまま引き継がれてブラッシュアップされてると、はい、で馬力の方が510馬力、トルクの方が470N で、なんとレブが9000から、はい、でマックス1万まで、はい、そして0100 3.4秒、PDK の方がやっぱりもう速いみたいですね、はい、そして最高速318キロで、これに組み合わせるミッションの方が7速 DCT PDK、はいはい、というわけで僕の勝手なイメージですけど、はい、マニュアルはマニュアルの楽しさはあると思うんですけど、はいはい、なんか昔ほどマニュアル至上主義じゃだんだんなくなってきてるかなっていう気はしません？まあお互い両方の良さがあるからね。そうっすよね、うん、だってもう PDK に関してはもう電光石火じゃないです か、うん、だからあんまりこうなんていうんですか、オートマでちょっと生ぬるい感じはもう完全になくなりましたよね。本当にこの辺は好みの問題かなと、はいはい、というわけでかけます。知ってます、このかける動作も多分この 992.1 で最後じゃないかなっていう、これね、そう 2.2 になったらボタンじゃないかなっていう、少なくとも彼らと GTS はボタンになっちゃったじゃないです か、うんうん、だからこれがしたい人もここまでです、うん、そうですね、はい、というわけでいきたいと思います、はい、そういうね、時代の車を、そうですね、いや結構大きな節目の車になるんじゃないかなって、そう、ね、うん、思います、うん、というわけで、そして今回レーシンググローブは忘れました。こんなに、はい、こんなに気合が入ってるのに、嘘でしょ、行きたいと思います、はい、いやいいな、ちょっと出るときリフター上げましょう、上げましょう。リフター装着率そんな高くないですよね。そうなのかな、そんなイメージですけど僕、あ、はい、まあもちろんなんかリフターっていうのがちょっとついてた方がいいオプションに入ってるから、はい、そればっか見ちゃいますけど、後からももちろんつけることできますけど、うん、そんなに高くない気がするんですよね、特に GT3、うん、そしてですね振動がすごい、うん、ステアリングもシートも、うん、もうめちゃくちゃ振動が伝わってくるっす。でもその嫌な振動じゃないんで、ね、じゃないです、何なんだろうねこれ、車とつながってる振動、うん、本当に毎回バイクみたいって言うけど、うん、本当にバイクみたいな心地いい振動ですよね、だからよいしょ、あ
車めっちゃ硬い、何これ。これ全然違うっすね。びっくりした。これ全然違うの本当に。これ最初乗ると、はい、びっくりするの。いや、割と最近、GTS 乗らしてもらったんですよ。だったよね、高速も乗ったもんね。そうそうそう、これ全然別の車っすね。全然違うの。私も、はい、あのすぐ分かっちゃったの乗って。これ別物っすよね。これ違うなって。ちょ、ここだけなんとかしてほしい。外に出してもらいたいね、ね。いや本当っすよね。うん、うわ、これはあの本当に別の乗り物。ですね、まず感じるものがめちゃくちゃ多い。振動もそうだし、後ろから聞こえてくる音もそうだし。体にかあの戻ってくるインフォメーションの量が普通の GTS とか彼らとかのもう本当に2倍とか3倍の感覚。でも本当に全部そぎ落としたものは全部こう体に体感するような感じでね。だから足回りのなんかインフォメーションもすごいこうリニアに戻ってきてる感じがするっす、うんうんうん、いやすごいこれ。うわ、これすごいっすよ小島さん。コーナー曲がっただけで全然違う。あの車との一体になってる感がすごいっすね。いや、なんだろうな、嫌味じゃない、嫌な形じゃないんだよ全然ね。ここはびっくりする。あと車が圧倒的に軽く感じる、うん、これ車重見たんですけど、うん、あの991の時代と車重に関しては大きく変わんないんですよね、うんうん、あ、そうなんだ。そうです、変わんないです、うん、1450キロぐらいかな、うん、あんまり変わんないんですよ、うん、だからこんなにカーボン使ってんのに。そしてさっきからバキバキ音、後ろのメカニカルなノイズが。そうとりあえずスポーツでいいですか。じゃあどうぞ。で踏んでいいですか、ちょっと。はい、どうぞ。ちょっと今ギアが高めだったんで、そんなバカみたいな加速ではなかったですけど、うん、はい、でもちょっとあれでね。あ、これでもスポーツぐらいだと極端にシフトダウンしないっすね。早い、これは早い。お、いや、これダメだ。試乗する車じゃないんですね、これ。え、思ったんですけど、3000、4000ぐらいからグワーっていう感じがあるっすもん。だから多分使うのその辺なんでしょうね。だから車屋さんが試乗でこの車の進化を発揮できるのはないっすよ、多分。あ、そうね。さすがに商品車だって6000回転7000回転回さないじゃないですか。回さない。でも今片輪を見たけどすごい、車の動きがとにかくリニアで軽い。ちょっとでもやっぱあのなんで今までの四駆と違ってちょっと怖さはあったな。あー、そうっすね、そうっすね、うん、まあ、怖さっていう意味か、フォーみたいな安定感はないですよね。ない感じだけど、自分でこう操ってるんじゃないかなっていう感覚はあるかもしれないですけど、はいはい、すごい。あととにかく車がなんだろうな、軽い、ほんと軽いと思う。乗って軽やか、うん、飛んでくような速さ、うん、だから本当に非日常だよね、はい、そうっすね、究極の。いや、もう車のキャラクター的にやっぱりクラブスポーツ付きが合ってる気がするっす、うんうん、まあいろんな組み立て方あるんでしょうけど、うん、だからまあね、某営業さん、はい、某お客さんとか聞くと、はい、やっぱり RS より GT3 の方が売れてるというか。あ、そうなんですか。注文は入ったっていうふうにはちょっと聞いてきましたね、はい、これまあ一理あるかもしれませんけど、だってノーマルスポーツ次はもうトラックですからね。そうね、ちょっと飛ばさないに、ちょっとトラックで飛ばさないっつって。いや、試すべきはちょっとトラックだったかもしれない。踏んでるよ。いや、トラックにするともう2000回転3000回転から全然月がいいっすね。いや、帰ります。もうこれ以上ダメです。これすごい。あ、足も硬くなるけど、あのどこまで行ってもついてきますね。でも街の家となんかスポーツがいいっていうなんか、あ、そうかもしれないですよ、ね、そうかもしれないです、はい、いや、これいろいろ試したいな。それこそニュール走ってみたいっす、うん、いや、飛ばさなくても。でもその先代の GT3 に乗ってらっしゃって、はい、この前のお客さんもそうなんですけど、はい、やっぱり出来は良くなったみたいですよ、これでも。
聞こえてくる音がやっぱりもうちょっと、はい、なんていうんだろう、変な音っていうかもう聞こえてきたって仙台は。ああ、もうダイレクトに全部聞こえちゃってるんでしょうね。そうですね、だいぶ調律されてる感ありますよ。調律されてる感じはするって言ってました、はい、うん、余計な音は入ってこないです、うん、ただその吸気の音とか、うん、デフのバキバキって音とか、うん、そういうやる気にさせる、うん、アクティブな音はめちゃくちゃ入ってくるんです、ね、うん、これ楽しい。これはじゃ あ, あのボンド的にいじることないですねいやいや、でも多少ニュアンス変えてもいいんじゃないかなっていう。これだけだって純正のコンフィグでもいろいろやり終わる車じゃないですか、うんうん、だからエクステリアに関しても、まあ、でも中途半端なものはつけたくないですね、うん、なんかドレスアップのエアロパーツとか、うんうん、はい、はつけたくないです、うん、でやるならなんかちょっとマンタイレーシングのホイール履くとか、うん、はい、まあ、ちょっと GT3 に合うのかどうか分かんないですけど、うんうん、はい、RS はマンタイキットあるじゃないですか、うん、はい、だからああいうちょっとレーシングな、はい、ものとかそういうものはつけてみたいなっていう、まあ、あとはテックアートとか、テックアートのウィングとかめちゃくちゃ売れてるんですよ。あ、そうなの。そう、でかくするキットがあるんですよ、ウィングを。でテックアートちゃんと風洞にも入れて実験してるんで、うん、よりそのダウンフォースもアップするやつなんですよ、うん、その代わり価格が100万円を超えてくるっていうでもそれさ乗り比べてさ、例えばさ乗り比べたくない、はい、乗り比べてみたい、どんだけすごいのかっていうのはさ、はいはい、だからもうこの車になっちゃうともう中途半端なものがつけられないから、うん、アフターパーツのパーツも高くなっちゃいますよね。そうね、逆にね、本当に開発もそうだし素材もそうだし、うん、つけたことによって悪くなっちゃったら意味ないもんね。そうですね、うん、いや最高すぎでした。ちょっと今回片鱗だけだったんで、うん、いやいや、もう片鱗よりもっと出せてないんじゃないのちょっと続きは購入された方に。そうね、いや、はい、本当にこれこんなの出てこないと思うんで、はい、お問い合わせ早めにいただいた方がいいですよね。そうですね、はい、ぜひよろしくお願いします。お待ちしてます。結構でも中古車相場開きありますよね。そう、相場開きありますね、はい、開きありますけど、はい、でもちょっと GT3 もちょっと若干落ち着いてきた感はあるかなっていう感じはしますね。玉数が増えてきたのもあるし、だって玉数少ない時なんかすごい法外なプレネの車とかもあったっすよね。でも今新車買うからしたらまだプレネじゃないですか、うんうん、だそれをじゃあプレネだからどうしようか、買うのやめようかなとかっていう感じの車じゃないですよね。確かに、うん、だってもう買うに買えないじゃないですか。買うそうそうそう、枠がないとか、うん、これはもうなんていうの、カットしてもいいんですけど、転売ヤーみたいな人ってもう多分そんなにはなくなってると思うんですよ。もうある程度の相場が出来上がってきてるんで、だからまあこう欲しい車で価格帯があったらまあもういいかなってぐらいの買いかなっていう時期にはなってるかもしれない、ね、だんだんバランスが取れてきた感じですよね。そうそうそう、需要と供給、確かに、ね、高いのは高いとは思うんですけどね、はい、新車からは。でも手に入らないので、はい、そこら辺の相場感っていうのはね、ちょっとまた変わってくるのもありますし、ちょっと追っかけてみたいですね。そうですね、相場感。あとは僕思ったんですけど、こういう台数が少ない車、うん、あの前回の 4x4 とかもそうですけど、うんうん、実際のその需要と供給のバランスじゃない価格もありえるじゃないですか、うんうんうん、要は車屋さんが相場を作っちゃってるパターン、うんうん、あるある、はい、あるね、あるね、がもうちょっとこう高めに売れたらラッキーみたいな感じで高く出してたり、僕らが見るとなんでこれこんな高いのっていう、ありますね。でなんかちょっと全体的に釣られてみたいなこともありえるっすよね、うんうん、ありよね。はい、でも GT3 はそれはないかな。やっぱりオークションとかで見ても競って買ってるもんね。あ、だからまあこれも変な話ですけど、買えちゃったって思ったら結構下がってきたなっていう僕はサインだと思ってるんですよ、はい、だからやっぱりオプションノーマルだったらやっぱ価格帯をよく見てもらった方がいいですよ、何もないついてないもの。でもこれでも何もついてない GT3 も僕一つ狙い目だと思うんですよ。価格が、逆に価格がある程度落ちてれば、はい、でも中には全然ついてないのに高いのもあの真ん中ぐらいに設定されてる車もあるじゃないですか。そうそう、だからそれって僕たちからしたら、あ、結構前に仕入れた車じゃないの、はい、みたいなのもあったりするので、なるほどなるほど、うん、そういうのはよくこう見て、はい、まあでも今 GT3 買われる方って皆さんやっぱりよく見られてるんで、うん、あれだと思いますけど、まあそこはよく見て買っていただいた方がいいかなと思いますね、はい、今回のはもうおすすめだから大丈夫ですよね。大丈夫です、まあ、値段が合えばもう大丈夫です、はい、大丈夫です、はいはいはい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあ最後になりますけども、はい、最高な一台でした。そうですね、これはもう言うことないですね言うことないです、はい、言うことないです。なかなかこの組み合わせを探すのって難しいと思います、はいはい、で新車で頼めるかどうかちょっと分かんないですけど、はい、多分誰でも頼める感じじゃないですもんね、 GT3 とかになっちゃうと、はいはい、
ってなってくると GT シルバー、はい、クラブスポーツ、はいはい、キョリウス、はい、なってくるとなかなか多分ない個体だと思うんで、はい、ぜひ早めにお問い合わせいただくのがいいんじゃないかな。 そうですね、はい、そして今回こちらの車買取でご入庫いただいてご紹介してますけど、はい、買取もそうですね、はい、はい、お任せくださいですよね。いろいろとね調べて勉強させていただきましたんで評価はできるかなと思います。まずでも一度ご相談いただいた方がいいですよね。そうですね、はい、はい、まあ、GT3 に限らずね、いろんなポルシェでもね、やっぱり今お問い合わせいただければと思います。査定に関しては無料ですよね。はい、無料ですよ。ですよね、はい、はい、だから今結構いろんな販売の方法だったりだとか、はい、査定の方法ってあるじゃないですか、はい、一括の査定だったりだとか、はい、個人でその販売したりだとか、はい、はい、まあ、いろいろありますけど、はい、まずはちょっとこの辺の車、はい、あとはカスタマイズしてある車とかは一度声かけていただきたいです、ね、はい、そうですね、声かけいただくことと、まあ、これもおすすめですけど、もう決して、まあね、うちだけではなく、まあ、何社か聞いていただいてもいいと思うので、そこでちょっとこうお話ししながらお値段こうすり合わせをさせていただければと思いますの で、 で、はい、できれば一番最後にもう一回聞いていただきたい。それはやらしいですか。いやいやいや、それでもいいと思いますし、はい、まあ、そこはぜひね、この方も最後にお言葉いただいたのがボーノさんに売ってよかったって言っていただいたんで、大事に店頭で並べさせて販売させていただきますので、まあ、そういったところも完備してお声掛けいただければと思います。ぜひお問い合わせください、はい、というわけで今回はポルシェ 911GT3 をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。